ここは試合になると結構プロでも外すんですよ、グリーンを。そうですね、ここむずいですね、うん、左奥に外れやすいですね、やっぱり止まらんくて距離があるんで、うん、ここはもうセンター狙いで行ってますね、基本的には。アメリカはなんでそんなにハマったんですか？はい、なんか食べ物とかも私向こうの食べ物とかも大好きで、バーガーとかですか？はい結構向こうの人フレンドリーなんで、はい、すごい一緒に持って楽やし、あとあんまり他人のこと気にしないみたいな部分が多くて、結構私に合ってるのかなって勝手に思ってますアメリカにとって普通に向こうの LPGA に出ていきたいっていうのも含めてっていう意味なんですね。そうですそうです、まだ今はミーツアーズと出てたんですけど、出てみてどうでした？出てみてどうでした？もうめっちゃ良かったです。やっぱそれで今シーズン結構調子良くて、向こうの設計がすっごい難しいんで、帰ってきても結構対応できたりとか、アプローチのやっぱ種類とかも増やしていかなあかんから、そういうところでめっちゃ勉強になりました。グリーンめっちゃ硬いです。跳ねちゃう。めっちゃ跳ねる。それ女子が戦ってるにしても、いやもうミニツアーだから男子も女子も一緒。はい、めちゃくちゃ硬い。6番アイアンで40ヤードぐらい転がります。へえ、笑えんかったですそれを他の選手は止めてくるってこと？はい、バックスピンかかります女の子ね。はい、うーん、打ち方が全然違いますもんね。どう違う？ちょっとレクチャーしてみて。どう違う？なんか打ちやったら、まあ言うたらなんかすくい上げみたいな感じで、うんうん、ボールすくって打ってるんですけど、向こうのこう打ち込んでくるんで、こういう回転かかるんですごい止まるんですよ。やっぱ身長も高いしみたいな。でもそうやって打たな、多分もう無理です向こうでは一生止まんない。うん、はい、じゃあそっちの方向に打ち方も変えていかなきゃいけないな。そうですね、それが一番先ですね。うん、いやでも大胆なスイング改造になるよね、そうなると。はい、でも基本は私まだこう人に習ったこととかなかったんですけど、うんうん、アメリカ行ってはこれはあかんわって思って、あ、人生初レッスン習い始めて。それは外国で？いや違います、日本 で、 日本で、はい、帰ってきて。へえ。それでまた冬に行くまでにやっぱスイング変えるっていうのが目標ですね。なーなー、この芝すごいですね。落ちたくない。大学しましょうかここは1回やったらもうグリーン出てバンカー入ってる。ナイスです。ね、ナイスパー。ノーボギーっすよ、ノーボギー。怒られますよ、ね、当たり前や。当たり前だろ。当たり前や。でも厳しいよね。これで2ボギーやったら何やってんやって言われるし。入った入った。ナイス。ですよ。ナイスボギー。耐えてる。ね、耐えてる。金さんはナイスボギーで成立しちゃうから。ね。そうですね。その辺がでもプロとアマの違いかな。大体ナイスですもん。パーで当たり前とかちょっとひどいっすよね。そうですね。でもやっぱバーディー取っていかないとね、うん、ダメですよね。それを受け入れるのがプロですね。ね、いいこと言ってます。
やっぱりスコアのよし悪しも甘んじて受け入れる、それが This is Pro Golfer。 Yes。 近いんだよ。2人は今日出会いが初めてじゃないということを伺ったんですけど、まあ共通のお知り合いの方がいて、うん、その方がグランドオークで QT ファイナルがあるからキャディしないかとたまたま誘われて、それでキャディすることになって、うん、そうそう、その時に初めましてみたいな、はい、プロは何て聞いてたんですか。こういうキャディさんがおるけどどうみたいに言われて、まあ、私はあお願いします、うん、そのまますんなり、はい、そうなんです。なんか文句言ってくれるような人じゃなければいいよみたいな、もうはい、もう担いでくれれば担いでくれればいい。っていう女子のシステム上なんかファイナル QT だけ帯同キャディがつけれるんですよね。はい、そのまではつけれないんですけど、うんうん、それでまあファイナルだし、うん、ハウスキャディになると4人に1人、3人に1人になるんですか、はい、っていうのも多分あったんですかね。どうですか。そうですね、あんまり覚えてないです、はい、ちょっと記憶からなくなりました。じゃあプロはそのずっとついてくる帯同キャディみたいなものは別にそこまででないです、はい、ステップアップは帯同キャディ連れていけないんで、うん、はい、でも本当1人で行って。そうですね、ハウスキャディ、ハウスキャディさん、帯同キャディもそうですけど、ハウスキャディって4人に1人、3人に1人だから、うん、当たり外れあるじゃないですか、うん、 そうですね、その選手には当たるけどこっちの選手には外れもあるし、ちょっとした仕草がちょっと気になる、うん、で我慢して一日やらなきゃいけない、だったら態度キャディの方が言えるじゃないですか、うん、そうですね、太ってるから痩せてこい無理だけど、うん、それがやったらなんとなくクリアできるんで、タイガー打つみたいな格好してきてって、そうですね、そしたらパトリックリードになっちゃったってはい、そんな感じですね、はいはい、じゃあまあラウンドしながらどんなエピソードがあったか聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。覚えてるかな。ない。興味記憶がないっす。ないってことで。あるよあるよ。あるあるよ。これでもドライバーでいいのか。はい。多分ドライバーで言っても届かない。ちぎれてるじゃない。このホール。はい。いや届かないっす。ちぎれてるんですか。あのバンカーの先にちょっとくぼんでるんですよ。はい、あそこの間フェアウェイないんですよ。バンカー先200でしょ。オーフしか出てないよ。いや振ったなみたいなね。おで元気よく右のバンカー狙ったんよ。はい、打ち込んじゃうよバンカーに。バンカーにね、うん、へー、いいじゃない。いい、うん、よいしょ、嬉しいですね、いいショットが出ると、はい結構本音ですよ。あ、1日目から。1日目ね、はい、1日目。事故です。事故、大丈夫、サムネ事故って出るから。事故。いやなんかねちょっと気合い入れすぎてパターで4パットってしまった。しかも強く打つ、ガン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 打ったんですよ、はい、得意パターっていう感じだったから、はい、もう入れたる入れたるってなった、うん、気合い入れすぎ、むちゃくちゃ打つんだもん。いや本当によ、うん、多分見たらえってなるくらいよ、本当で俺その時やっぱ初見だから その前の日練習ラウンドしてるけど、うんうんうん、そんなにそのなんかを発言することもないじゃないですか、うんうん、そうですね、急に、はい、だから、まあ、静かに見守ってましたけど、うん、そんな打つみたいな。ちょっとライン読んでもらってちょっとフックするね、もういやそんな曲がるかとか言う、急いで打った瞬間も強すぎて、お前そんな真ん中入っても無理みたいな、出てくるよみたいなぐらい強く、そう、だから多分あのプロが言ってるからどうせちょっとこれぐらいオーバーなんでしょ、うん、みたいな感じやん、うんうん、きっとね見てる人も、うん、まあ、あのアマチュア人が初めての人が脳幹で打つみたいな感じで本当にキャッてなります。いやいや、どうしたこのこと最初なんて言ったらいいんだろう、空気めっちゃ凍りますみたいな何があったの。それが4ホールぐらい多分続く、4ホール5ホールぐらい続くあ、じゃあ結構長い間かそうなんですよね。ファイナルってもう落ちないんで、初めて出たんですけど行くだけって思ってしまうんで、はいはいはい、スコア出すだけで、ね、カップしか見えてないんで外れると思ってないじゃないですか。だから外れたらすっごい行っててああみたいな、これはあかん、びっくりし
しました。かわいいですね。こう見えて二十歳なんですよ。かわいいですね。めっちゃ若いんですよ。かわいい。うん。そう。いいですか。10歳も違う。どうしよう。恥ずかしいな、本当に。この最高のポジションっすよ。あの左足上がりだから。もうミスしない人みたいな。いやでもね、プロそうっすよね。左足上がりでウッドなんてもう最高の、ね、ごちそう状態。オーケー。面白くないけどナイス。なんだか抑えておった。ごちそうをちょっと残しちゃったみたいな感じ。悩みました。ユーティリティで勝ってる傾斜が普通にちょっと傾斜なんで、はい、今のあれは、はい、前足そこまで多分もうパッて見てるから、プロは、うんうんうん、歩いてる時、うん、すごいな。ちょっと見てるから常に常にね、うん、無駄にしない。塗ってる場合じゃないです。いやいやいや、むちゃくちゃカードが取れたことでもやめて。ヒロさん、最初見た印象はどうでした？うん、丸い人めっちゃ、いやなんか面白い、うん、なんか印象あったんで、うん、その時は結構わけあいあいとできて、およかったです。あ、じゃあ今日みたいなノリでやれてたんですか？あ、そうですよ、はい、こんな感じでやるんですか、はい、すごい。私もそんなピリピリしないんで、うん、52? 52にします。おい、違うのかな。大きい。ちゃんと当たってる。52度であの雰囲気で触れられたら3度であの雰囲気でちょうどあるじゃん。違うのかな。いや、わかんないですよ、僕は本人と違うから。いい感じ。いや、でも来てみたいなって思う。出たでしょ。何なんだろうな、ちょっとわかんねえな。やり直しますわ。この時の、はい、多分日によっても違うんでしょ。うっ、息を止める。スパ難しそうですね、そっちから。うん、倍ぐらい早いんじゃない。お、うまい。トイレ。あっ、うれしい。ナイス。もうそら、いや、もうなんか最高の結果すぎて何も言わないです。だ、うん、だめだ。もう曲がっちゃいそうだった。プロ、ここはギャラリーさんが入るホールなんですけど、はい、大体あの左の土手の上にギャラリーさんがいっぱいいてこっち見てるんですけど、そういうのって気になります？全くならないです。景色と一体化してますね。景色と一体化してる、はい、いた方が楽しい。はい、やっぱナイスオンとか言ってくれるんで普通に嬉しいです。へえ。じゃあポーカーフェイスだけど、うん、実は喜んでる。大木さんはギャラリー気になるんですか？私もナイスショットって言われたら嬉しいです。もうミスるならあそこよって感じ、はいはい、でプロが言ってました。はいはいはい、 OK です。はい、うまいよね。うまい。うまい。うまい。何の歌？何じゃん。こういうのはたまに。これは普段やったら試合やったらめっちゃイージーなアプローチ。入ってもおかしくないみたいな。これは最大の。でもこっからっすよ。これが入るかな。自分で打ったな、今。
今の一連の流れちょっと試合っぽいですね。一人でぼやいちゃうけ。ほんまに独り言はもう立たない。なんか右に曲がったんですか。見てないからだろ。スライスですか。うん、プロはフックしてきただろ。じゃあスライスしたでしょ。こう、うん、じゃあその残りがこっちも残ってるんだけど、こうなってるわけだな、傾斜でいうと。これがこうなってくる、こっち高いかなって見える。嘘でしょ。嘘でしょ。あっちから見たら上りに見える。あっちから見たら上りに見える。あ、見える見える。でもアプローチだけスライスしてきたよ。そうなんですよ。そうなんですけど、わかんない。信じられなかったですね。信じられなかったです。自分自身を。そう。でも今のは悔しがってほしいですね、やっぱり。うん、いや、誰よりも悔しがってますよ。顔笑ってるけど、心で泣いてる。そう。ね、自分が一番悔しい。いやいやいや、もう顔も悔しがってた。あっちは。あっちはもう言葉に出てた。めちゃくちゃ言ってた一人で。皆さんご視聴いただきありがとうございました。ECC レディースゴルフトーナメント、7月11、12、13の3日間にて開催されます。当日券は会場にて販売されてますので、足を運んできてください。はい、放送についてはこちらに記載してありますのでチェックお願いします。今回出演してくださった西畑プロの応援をよろしくお願いします。お願いします。